とどうしてこんなことに。やっぱり船に残ってるべきだった。リカラちゃん、本当に船に残るんですか？ハロウィンしないんですか？衣装の繕いとかお洗濯とかお掃除とかたくさん用事があって。どうせ出かけたくないからって嘘ついてんだろ。いえ、そげなことは。もう本当に忙しくって、もう服とか汚すぎてすごい匂いを醸し出しており。そうなんですか？じゃあ私たちも手伝いますよ。あ、大丈夫です。おしゃれ着洗いは一人で集中してやった方が汚れも落ちるので。一緒に行けばよかったですし。ダメだよ。ハロウィンの街なんて危ないよ。ウェイの巣窟、ハロウェイだよ。私が生身で行ったら気絶したりゲボ吐いちゃったりして迷惑かけちゃうかもしれないし。だからって船ですることなんて特にないでし。ほら、外から聞こえてくるでし。そんなに気になるならお前も一人で行ってくるでし。そんなことしたらゲボだよ。ゲボでも何でも吐くだけ吐いてくればいいでし。大惨事だよ。それにみんなと交流できるかどうか。お祭りなんだから見知らぬ人と会話するのもいいでし。そんな高等テク私にあるわけないよ。人との会話で困った時はにっこり笑うといいでし。そうすれば仲良くなるでし。ほら、さっさと行くでし。遠くから聞こえるお祭りの音ってあまりにも無慈悲な罠だよ。興味を引かれて来てみたら、孤独感が強まってうついだけでそんなに面白くないっていう。もう帰ろう。あれ?どうしよう。港がどっちかわからなくなっちゃった。もしかして聞くしかない。歩いている人に港の場所を。無理。しないと帰れないし、かといって人に聞くのは最悪。ここで寿命を迎えたりして。
してみよう。聞くは一時の恥、聞かぬは十二神将の恥だよね。これだけ賑やかな通りだと私の存在感のなさじゃ、人混みに紛れすぎて吐き気が、なんかちっちゃい公園というか休憩スペースみたいな。お姉ちゃん、人混みで困ってたんでしょ。ここなら安全だしゆっくりできるよ。ありがとうございます。ハロウィン楽しんでる？ひい、ちょ、ひいって、そんなビビんなくてもいいっしょ。ウケる。ウェイの人たちだ。お姉ちゃん、いろんな人に話しかけてたけど全然気づかれてなかったね。もっとお腹から声を出さないとな。はい、ですよね。でもまあよくあることなので。気づかれないことがよくあるの？変わったお姉ちゃん。見てて気の毒だから声かけてみたんだ。お姉ちゃんって観光客？こんな時にどうして一人なの？あ、いえ、町から来たものでして、ちょっと所用で。お使いと言いますか。興味ありませんけど。
隣町から来たんだ。あっちもハロウィンやってるでしょ。何もこんな日に来なくてもね。あ、そうなんだ。あ、そういえば賑やかだったような。ハロウィンってやつですか。まあ関係ないですけど、お使いですし、一人だって何の問題もないので。一人ぼっちでかわいそう。どうしてみんなに話しかけてたの？隣町から来たんなら迷子じゃないよね。正直に言えばよかった。港への道を聞けたのに。私のバカチン。話しかけてた理由は、それを、言い訳が思い浮かばないよ。実は道を聞いてたなんて言えない。すみません。それは言えません。そうなの？変なの。お祭りなんだからもっと楽しんだらいいのにさ。そもそもハロウィンって別に元はウェイウェイするお祭りじゃないんですよ。元は季節の変わり目とか収穫祭とかの意味だったみたいで、仮装とかするのは違うと思うんです。だから私はこういうお祭り全然気にしてないと言いますか、むしろ今の形はどうなのかなって。かわいそう、ノリについていけないんだ。お姉ちゃんはリカラちゃんっていうのね。ねえみんな、リカラちゃんも私たちの仲間に入れてあげない？うん、いいよ。こっちのお兄さんたちいるしね。キッス。仲間とは？私たちはお菓子はいらないの。これからどこかでいたずらをするの。トリックのみってわけ。そんなにお菓子ばっかりもらっても別に嬉しくないし、飽きちゃった。いたずらの方が面白いもんね。そうなんですか。それでどんないたずらを？どこかのお家をターゲットにして窓に石鹸を塗ったり、紐でぐるぐる巻きにしたり。窓やドアに接着剤もつけたいな。もちろん壁に落書きも。僕は庭をカエルだらけにしたいな。あと木の葉っぱを全部ちぎってみると面白い気がする。それにならない。いいんですか？え？何が？別にいいんじゃない？こっちのお兄ちゃんとお姉ちゃんは面白そうって言ってくれたよ。だから仲間に入れてあげたの。そうそう、ハロウィンだしさ。ま、子供のやることだから大丈夫っしょ。子供のいたずらに付き合ってあげるとか、私らマジ大人。ダメな大人だ。び
は俺たちの子分な。あ、はい。じゃなかった。どうしよう、いたずらがシャレにならないよ。でも子供たちはこんなだし、大人たちはあんなだし、誰も止めないの。じゃあこれもしかして私が止めないといけないのかな。どこの家にする？すっげえ金持ちの家がいいな。そんなことしたら私は団長さんに二度と会えないかも。いや、やめた方がいいですよ。バレたらきっと大変な目に。いえ、きっとバレますよ。バレても大丈夫じゃない？だってハロウィンだもん。なあ、ハロウィンだもんな。ハロウィンを楽しんでない人のことも考えてください。お願いします。ちょ、泣くことなくない？てか、なんで泣いてんの？ハロウィン楽しめない人もきっと いる。そういう人たちに優しくあるべきだと思うんです。私は楽しめる人ですけど。楽しめない人なんだ。まあ、どうする？そんなにやばいことかな。それじゃあターゲットを変えよう。どういうこと？お家にいたずらするのがダメなら別のものにすればいいってこと。みんなついてきて。ここだよ。あ、ミノタ、よかった。寿命が尽きる前にグランサイファーになんとか戻ってこられた。これにいたずらしよう。え？船にいたずらとか面白いこと思いつくな。子供ならではの発想ってやつ、超笑えることになりそう。笑えないです。明かりがついてない、誰もいないみたい。僕一番乗り。ズリーぞ。勝手に乗ったら怒られるかも。気にしすぎ、すぐに帰れば問題ないって。これって気空団の船だよね。私初めて乗った。どっかに武器ないかな？あるよね、気空団なら。かっこいい武器見たいな。
ちょい笑かすなって。どうしてこの船が幽霊艇なの？それを ねえみんな、ちょっと待って。どったのよ、お嬢ちゃん。さっきのビカラちゃん、誰からも気づかれてなかったよね。おかしいと思ってたの。誰だって声をかければ気づかれるに決まってるもん。まさかビカラの姿は誰にも見えてなかった。見えていたのは私たちだけ。ちょっとやめてよ、そんなわけないでしょ。幽霊だなんてウケるって。でもそういえば、どうしてみんなに話しかけてたの？隣町から来たんなら迷子じゃないよね。それは言えません。それが何だっつうの？もしかして話しかけていたっていうよりは、自分に気づいてくれる人をずっと探していたんだわ。幽霊って生きてる人間に何か訴えたいことがあるって聞いたことがある。リカラちゃんはそのためにいろんな人の目に自分が映るか確かめていたのかも。訴えたいことってなんだろう。生前の恨みとか無念とか、ひょっとしたら道連れを探していたのかも。まさか呪い殺すつもり？暗い表情、力がこもってない瞳、弱々しい立ち姿、よく見れば生きてる人間のそれじゃないね。私たちは軽はずみに声をかけてしまったのかも。ねえ、なんか変に冷えてきた？したんですか？え？今、ひって言われた。私を見て、何か不愉快なことしたかな？しかもなんだろう、私と皆さんの間にすごく距離を感じる。皆さん、もっとこっちに来たらどうですか？みんな行っちゃダメ！呼ばれちゃうかも。呼ばれるって何？あっちの世界よ。なあ、この船が幽霊艇ってビカラが言ったんだよな。僕も気になってた。多分それはビカラのことなんだろうね。この船に取り付いているのよ。どう
してあんなに遠ざかるの？あ、そういえば父ちゃんが出かける前に言ってたっけ、人との会話で困った時はにっこり笑うといいでし、そうすれば仲良くなるでし。いや、笑ってる、あの子私を見て笑ってるわ。あ、落ち着けって。何の音よ。ラップ現象？あれ、もう帰ってきたですか？父ちゃん、何あれ。おや、そっちは誰でし？まさかピカラに友達ができたでし？今はちょっとまずいよ、あっち行ってて父ちゃん。はいはい、わかったでし、ごゆっくりでし。あれって魔物用のトラバサミじゃね？動くものなの？罠が動くわけねえっしょ。ねえあなた、さっきそのトラバサミってのに話しかけてなかった？トラバサミと話す危ない子って思われちゃう。そんなことは ありませんですけど。絶対嘘だ。やばい、やばいって、マジやばいって、この状況はやばすぎるわ。さっきのは心霊現象だ。霊が動かしたポルターガイストよ。あのさ、俺らちょっと用事思い出したから帰るわ。どうする？今逃げないと大変なことになるかも。ダメ！ピカラちゃんはもう私たちの仲間でしょ？このまま放っておいたらピカラちゃんはきっといつまでも一人でさまようはずよ。そっか、そうだよな、ピカラは俺たちの仲間だもんな。ハロウィンの日に現れたかわいそうな幽霊を一人にはできないね。帰ってくれてよかったけど、この子たちは残っちゃった。いたずらは困るな。あの皆さんもそろそろ帰った方がいいと思うんですけど。大丈夫よ、ピカラちゃんを一人にはさせないから。え、いえ、私は一人でも別に。これまでそうやって一人で過ごしてきたんだな。でも俺たちは仲間だ。ずっと一緒だよ。
ずっと一緒と言われても皆さんと一緒に船を降りるわけには。それは困るというか、ずっと一緒は無理でして。何か未練があるのね。あ、まあ未練というかありますけど。から帰ろうってすげえ言ってくるけど。分かっちゃった。あれはきっと家に連れて行けって意味だ。招いてほしいのね。ピカラちゃんは私たちを次のターゲットにするつもりかも。ピカラは俺たちを呪うつもりなのか。味方だって教えたいよね。それしかないわ。ピカラちゃん、あなた幽霊なんでしょ。幽霊？いい、私は幽霊じゃないです。厄介だぞ。自分が死んだことに気づいてないタイプだ。このままじゃピカルちゃんが悪霊になっちゃうかも。悪霊に？自分が死んだことにも気づけず、誰からも話しかけられず、ずっとそんな状態じゃ。いずれ暴走して生きてる人間を呪い殺すかも。どうにかならないのかよ。え、私皆さんから幽霊だと思われてた。仕方ないよね。確かに幽霊並みの存在感だもんね。ピカラ。あ、父ちゃん。ですが、その子供たちを帰らせたいなら幽霊のふりでもしたらどうですか。なるほど。でも幽霊のふりって言われても。ピカラちゃんはハロウィンの日に戻ってきたかわいそうな霊なのね。ピカラのために何をすればいいのかな。できることなら何でもしたいよね。ばあばあ、お化けだぞ。ばあ、食べちゃうぞ。みんな驚いてあげて。ハロウィンを楽しませてあげれば満足できるかもしれないわ。これっぽっちも怖がってる気配がない。うついな。ピカラちゃん、そんなに落ち込まないで。え、幽霊も悪くないよ。え、僕たちに何でも聞いてね。これからはずっと一緒だよ。私たちの仲間なんだから。
俺たち今日から幽霊仲間だな。キョエー、なんということでしか。まさか子供たちが幽霊だったとは。幽霊なのに幽霊を怖がるなんて、やっぱり自分が生きてるつもりなんだ。ピカラちゃん、まずは自覚するところからだよ。私たちと一緒に行こう。私生きてますので。生きていたらもっと生き生きしているものよ。生きてる人はいつも前向きだし。あ、すみません、後ろ向きな生き方で。強情だな。きっと死んだ時の状況を知らないまま死んじゃったんだろうね。あ、いえ、本当に死んでなくて、と言いますか、すみません、実は嘘ついてました。私この船のものなんです。うん、分かってたよ。この船に取り付いてるんでしょ。いえ、取り付いてるっていうか住み着いてるんですけど。そっか、分かっちゃった。ピカラちゃんは生きてる時にこの船で来たのは間違いないんだわ。この町に来てから死んだのよ。まだ死んで間もないのね。死にたてほやほやってこと。それじゃあすぐに死んだことを自覚させないと。時間が経ってからじゃ自分の死を知った時のショックで悪霊になってしまうかもね。ピカラちゃん、あのね、まずは落ち着いて聞いて。あなたは死んだの。あ、死んでないです。このやりとりさっきもしなかった？お化けとして過ごすのも悪くないよ。だからもっと楽しそうに行こう。もう死んでいるの。暗い顔をしているのが証拠よ。生きてる人はもっと明るいもの。生きててすみません。ビカラがもし生きてるなら通行人から無視されるはずないよ。あれ、あ、私実はもう死んでる。バカなことを言うな、弟子。あ、父ちゃん、ちょうどいいところに。ねえ、私生きてるよね。生きてる、弟子。さすがに生物としての最低限の自信は手放してほしくない、弟子。そんなことより聞く、弟子。見ず知らずの幽霊を船に長居させるのはおすすめできない、弟子。そうなの。でも皆さん帰る感じはなさそうだけど。というか皆さんの目的はグランサイファーにいたずらをすることなんだよ。厄介な幽霊でしね。でもなんとなく弟子がビガラの元気な姿を見せれば満足してくれそうな気配があるでし。元気なって言われても元気はないんだけど。幽霊の方がよっぽど元気ですね。
きのは。ピカルちゃんのポルターガイスト。誰がポルターガイストでしか。喋った。お前たちの目的は何でしか。ピカラにつきまとってほしくないでし。つきまとってるんじゃないわ。私たちはピカラちゃんが悪霊にならないようにしたいの。あれ、そういえばピカラはどこに行ったんだ。ピカラなら安心するでし。悪霊になんてならないでし。本当？本当でし。悪霊になるようなやつじゃないでし。とっておきの元気な姿をお前たちに見せるべく準備をしているでし。諸君、我こそはハロウィンの夜の帝王、スプーキービッキーさ。ただでさえおかしなこの夜を、とびきり狂った夜に彩ってあげようじゃないか。悪霊になっちゃった。僕が悪霊だって？それは面白い。ならば見せてあげよう。行け、忠実なしもべたちよ。そんなのハッピーじゃないだろう。いたずらよりも楽しいものを見せれば万事解決じゃないか。
僕のハロウィンショーは誰だって虜にしちゃう特別性だからね。おいおい、面白いことやってるじゃねえか。すごいです、ピカラちゃん。街で見たお祭りみたいです。おや、おかえり、団長、みんな。ずいぶん早いね。ハロウィンの夜はまだ長いっていうのに。やれやれ、オイラたち船に戻ってくるの2回目なんだぜ。こいつがやっぱりピカラも連れて行きたいって言うから、ずっとお前のこと探してたんだ。そうだったのかい。さっきまで町に出ていたから行き違いになったんだね。こうして出会えてよかったです。それに楽しいショーも見られましたし。それであのガキンチョはどこの子供なんだ。どこってことはないかもね。彼らは幽霊だから。怯えることはないよ、ルリア。僕のショーの前ではみんなが等しく僕の友達なのさ。さあ、ご注目、ハロウィンショーはこれからだよ。生きてるって言って欲しかったな、ピカラちゃん。だよな。あ、すみません、何度も言ったような。皆さんはずっとこの町でさまよっているんですか。いつもは眠ってて、ハロウィンの時期になると目覚める感じかな。200年ぐらい経ってるかも。そんなにかよ。私たちを誘ってくれるの？嬉しい。でも私たちはここが好きなの。ここでハロウィンを楽しむのが。でもピカラちゃんのことも大好き。ありがとうございます。さっきのショーまた見たいよな。うん、面白かったもんね。
大したことはできていないので。謙遜すんなって、もっと自信持てよ。その通りです。あ、トモさん、以前のピカラなら船を守るよりも誰かを呼びに行く選択肢を取っていたはずですし、それが自分でどうにかしようとするとは、成長したですね。それとも団長の船だから必死に頑張れたんですか。父ちゃん、何を言ってるの。そんなことハロウィンの夜はまだまだこれからだぜ。ようやくピカラちゃんと合流できたんですから、みんなで街に行きましょう。団長たちにショーの続きを見せてあげるね。